デドフスクの師匠、デドフスクは、ロシアのモスクワ州中部にある都市。モスクワからは西へ 38km、クラスノゴルスクからは西へ 20km、イストラからは南東へ 30km。イストラ地区に属する。人口は2005年時点で27,600人ほど。2002年国勢調査で27,662人。 1989年ソ連国勢調査では3万740人だった。ゲオールゲエフスカヤ聖堂。2000年から2005年にかけて建てられたデドフスクは1573年の記録にデードボノナで登場する。18世紀には集落は大きくなった。1901年にモスクワルジェフ間の鉄道が通り、後にギガまで延長され、産業集積の準備が整った。 1913年にこの地域に繊維工場が建ったことで労働者が集まり、デドフスキーという労働者集落が生まれ元のデドボ、村を併合した。1940年にデドフスキーは死となり、デドフスクに改名した。デドフスクの繊維工場最も重要な工場は1913年、創業開始の繊維工場で、他に同時期に陶器工場から発展してできた。 レンガ、建材工場がある。デドフスクには、M 級幹線道路が通るほか、モスクワからリガに向かう鉄道も通る。デドフスクの7キロメートル南西にある、あの市の村には、ボリソグレブスク修道院がある。1823年に建てられたが、10月革命後の1919 19年に、博物館に転用されてしまった。1992年に、正教会に返還され、 修復が進んでいる。ありがとうございます。